なんか千賀さんがめっちゃ高騰だったらしい。本当に情報しか今日は全然知らないんですけど、最後のどこら辺から見始めたんだろう。私8回裏途中ぐらいから見始めて、そう9回表9回裏見たんですけど、まあヒヤヒヤするシーンもねありましたが、そのさ、そのだいたい約1回分ぐらいだけでヒヤヒヤするシーンあったんで、本当にきっと他にもヒヤヒヤするシーンはあったんじゃないかなと思うんですけど、まあでも勝ったことに意味はあるので、はい、勝ちは勝ちなので本当に勝ってくれたことに意味があると思うので、勝ってくれてありがとうっていう気持ちでいっぱいでございます。本当に嬉しい、ありがとうって気持ち。10月、今日は14日、今日はねとあるお仕事がありました。一日ほぼ配信終わって、そっから集合して、なんか知らないハッシュタグがある。何このハッシュタグ、ちょっと後で見よう。今ピョンムービーの TikTok をもうね撮ってあるやつをそう載せようとしたんですけど、なんか知らないハッシュタグがあった。見よう、ちょっと後で見ます。なんか怖いハッシュタグとかじゃないんで安心してください。あ、くしゃみ、疲れた。福井行くよ。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。もうすごい。もう髪の毛とかももう疲れ切ってますよね。もうドキドキだったんですけど、もうめっちゃ疲れ。もうあって。でも楽しかった、なんて言うんだろう。まあまた情報が解禁された時にお話しさせていただけたらなとは思います。はい、もうね疲れちゃって低めツインにしたんですけど、お仕事は高めツインで臨んだので安心してください。高めっていうかこれくらい、普通のツイン、普通よりちょい高めツインぐらい、この間の武道館ぐらいのツインで臨んだので、まあ、TikTok 上げちゃいます。ピョンムービー撮ってあるからね、もうすでに。なんか美味しそうなドリンクを見つけました。 CC レモンメロンミックス、うん、メロン、メロン感じる、ちゃんとメロン風味感じる。なんかメロンジュースって感じ、メロンジュース来て CC レモンみたいな、もう語彙力
語彙力ゼロなんですけど、もうバタンキュ、お疲れぽーん、あれ今日ってメール来てます？うわ、送ってないかも。そう、後味が CC レモンって感じ。うわ、送ってない気がする。朝来た？朝送ったっけ？何送ったっけ朝。でもよかった、朝送ってて。もうね、今日本当に何も全然ご飯食べる時間もなくて、七瀬ちゃんの YouTube もうね見る時間もなかったんですけど、 Twitter になんか七瀬ちゃんが YouTube 始めましたみたいなのを見ました。私はでも YouTube 始めるとしても一旦今のなんていうんだろう、やりたいことを探したりとか、あとは一旦今の自分の大学のやつが一区切りついたら、一段落ついたらかなって思ってます。はい、うん、そこを終わらせないとあっちもこっちもって手出したら絶対なんか全部中途半端になりそうなので、一旦そっちをまずはやりきってからかなと思ってます。 YouTube 始めたい気持ちはあるんですけどね、めっちゃ、うん、気持ちは強いんだけど、気持ちだけだと編集とかもやんなきゃいけないからさ、やるってなると、うん、だからそういうのもちゃんとね学びながらやらないといけないので、ちょっと今の私にはもうキャパオーバー、頑張ります。パンダさんハートありがとう。みずみんの配信が始まった。なんか研究生って偉いなと思ったのが、10分なんだっけ、今から配信します、急でごめんみたいな、いや普通に急だわみたいな、うちいつも10分後に配信します、突然ごめんね、いやいつも、いやむしろ10分後に配信してるだけ偉いわとかそう、10分後って宣伝してるだけ偉いわと思って、うち何にも言ってないよね、急に始めて急に終わってそういう人間。すいません、遅くなりましたが5位獲得おめでとうございます。何の5位だ、ちょっと待って、何の5位だ、何を私5位になったんだ、何の5位だ、何を5位になったっけ私。何か5位になったっけ。明日は夜かな、夜だと思います、配信。福井の日はちょっと多分夜ねえ。私何が5位になったんだろう、え全然わかんない、教えてよ何5位になったんだ私。こんばんは、18日劇場行きます、ハルピョン見られる万歳。あー全然18日のポジションも振り起こししてない、やばいんですけど、本当に超やばい、どうしよう、全然やばい。でも福井をやらないと私はそっちもやばいので、頭がパンクしそうなんですけど頑張ります。またこのポジション覚えて、また次違うポジション覚えて、
もうああでも幸せですよね。やっぱ二ポジしてるから、こうスタッフさんもこの間の十何日だっけ公演あった12日とかみたいに、そのこの子そのじゃあここのポジション出れないけど、まあでもハルピョンが覚えているからっていう、でも美公演できるよみたいな、ハルピョン出そうみたいになるのは嬉しいですよね。単純に一緒に出れるなんていうの、その公演に出る回数が増えるってことですから、普通に嬉しい。だからあの時本当に頑張ってよかったなと思いました。マジ1週間で言われたけど、1週間でシンポジ覚えてよかった。でも1週間もなかったです。なんか片思いの対角線っていうユニット曲がマジで難しくて、あれだけで4日ぐらいかけたそう、あれだけで4日ぐらいかけて、もう本当に大変だった。でもあの時に頑張ったから今があると思ってるし、舞台の時もあの時に頑張って、その5月24日に私はね、初日チーム B 公演の初日を迎えたからっていうのもあるだろうし、もうなんか本当にチーム B でマジで鍛えられてます今。なんかチーム K の時よりなんか記憶力鍛えられてるもうなんかノーヤマンも出たりとかしたり、もうでもまあそれはただ単純に本当に K の時はちょうどね受験の時とかと被ってたりとかしてたから、なかなかやっぱ出演できなかったコンサートとかもあったりしたので、すごいそれが悔しいっていう気持ちもあったりしたから、だからこそこの B ではなんだろう、その最初から盛り上げられるように、本当チーム K の時はもう1年ぐらい私本当にいないみたいな1年ぐらいいない存在みたいな感じで、でまあそっから活動 しようと思ったら、まあちょっとしたらコロナ禍になっちゃってみたいな、もう本当そういう感じだったから、チーム B としてこう活動できてることが、最初からこういろんなねコンサートとか公演とか出演できたりしてることがすごく嬉しいことなので、うん、この後もまたいろんな公演に出たり、普通に そろそろチーム K のリセット公演の出場回数抜くんじゃないって思ってる。それはちょっと早すぎるかそれはちょっと早すぎるかもしれないけど、うん、でも普通に抜けるん、すぐそろそろ抜きそう普通にリセット何回出たんだろう私まず、うん、そうそう、今日ホークス勝てました。はい、もう私今日勝つ夢見たんです。ホークスが正夢になりました。よかった。誰か私のリセット公演の回数とかメモってる人いないんですか。ないのかな。どんぐらい出たんだろうリセット公演。でもさすがにまだか、もっと出てるか。 B 公演、見てたリセット公演、 B 公演どんぐらいだろう。B はね5月24に初日迎えて5ヶ月の記憶ならメモに書いてある。24に初日迎えて、そっから5日にも出てますね。2回公演だったかなこの時は、きっと1、2、3、4、5、
あ、違う、5日は1回公演だったんだ、なんか謎に。1、2、3、4、5、6、7、あ、まだでも意外とそんなだ。8回、まだ8回でした、リセット公演。リセットじゃない、 B 公演、ドル分け。意外ともっと出てるイメージ、勝手に。スーさん、ハートありがとうございます。テキスト情報しか見てなかったけど、7回裏私見れてないんですよね。8回裏の途中ぐらいからしか見れてないの、野球今日ごめん。あとはなんかあんま言っていいのかわかんない。でもあの来週末は私もピョンズも忙しくなるという感じなので、皆さん予定が入ってる方はパンチパンチパンチって開けといてください。ドボンライブも含めてですけど、ローチ系がねまだ販売されてると思うので、ドボンライブに関してはぜひ全開けしといてください。そこら辺一旦。マジでドボンライブのレッスンはできるのでしょうかっていう感じです、橋本さん。はい前回のドボンライブもなんか忙しかったんですよ。8の日があったんでしたっけ、なんか忙しかったっすよねサプライズレバーさん、ミラボール4つありがとうございます。トラックエローさん、ミラボール2つありがとうございます。ニックさん、ミラボール3つありがとうございます。パンダさん、ミラボール3つありがとうございます。なんかミラボール祭りになっちゃった。8、9、12個、今日歌うね、 OK、 今日歌います。12個足す30、30、30個、42個歌います今日。ギャローさん、ミラボール1つありがとうございます。43になった、43個今日途中歌います。ミラーボール溜めまくっとる。菊池直久さん、ミラーボール5個ありがとうございます。溜めとこ今日ちょっとでも歌うよ。でも48、お48。スーさん、ミラーボール2つありがとうございます。パンタさん、ミラーボール1つありがとうございます。51になった、やば、なんでイベントじゃないんですけどイベントじゃないんですけどありがとう。あ、ヤクルト勝ちました。じゃあセリーグの日本シリーズ進出はヤクルトさんになったんですね。なんか今日3対0でなってたからもう勝つかなと思ってたんですけど、阪神そっからなんか5点、いろんなエラーとかが重なって5点ぐらい、あれですよね、ヤクルトが取ったんですよね。なんか実況してた、それの。なんかドボンの新しいアプリアップデートされてるって。何したの分かんない。ギャローさん、ミラーボール1つありがとうございます。52、お話し会来てだってミラーボール2つでお話し会3回できるよね、1回。まあ厳密には無理かもだけど、それぐらいですよね。
え、メンテナンス中？なんで？何のメンテナンスしてんの？今。あ、ドボンでしたかったのにできなかった。じゃあ昨日プレゼントでちょっと明日にするわって言ったあのプレゼントを開封していきたいと思います。あ、でも本当に多分割とそんな時間かかんないと思うんですけど、どれにしようかな。これ、お、なんだ、あ、ガチャガチャがたくさん届きました。ちょっと詰め切ったばっかりなので全然開けれないフフ何が出るかな、待って、これ持ってる、でも違うやつ、うん、これのねスケート持ってるんです。てかママにあげたの、なんか私これ一回引いたんですけどスケートが出てママにあげたんですよ。でもこれはなんとスケートじゃない、種類違い、やった、フィルムがめくれません。かわいい、バンザイしてる、ミフィタンがバンザイしてます、めっちゃかわいい。こうやって立てれるやつ、このスケート、え、スケートあげたんだっけ、いやスケートあげたんですよね、ママに、めっちゃかわいい、ありがとうございます。立てとこ、次ガチャガチャってさ、どうしたらいいんだろう、かわいい、次これ、あ、なんかちっちゃい、さっきより、どうやって開けるの、ここか、ここと、もう一個ここか、これと、なんか宇宙船みたいな、土星みたいな形の、え、これは初めて見る、なんだこれは、なんだ、ラバーマグ、お、マグネット、ラバーマグネット、しかもめっちゃさ、え、一番当たりじゃないこれ、え、もう超当たりじゃない、普通に他のはこういう感じで、え、一番当たりじゃない、なんか一番ミッフィーって感じする、え、引き強、かわいいね、家もある、家とか絶対さ、もう一回やりたいってなるやつやんもう一回やりたいってさせるための家やんね、こんなん一番当たりだよ絶対、やったー、引き強、ありがとうございます、引き強め、次、え、家はミッフィーをそうめっちゃ好きっていう人じゃなかったら当たりかもしれないけど、でもなんか普通に超好きなのにって人は当たりじゃなさそう。かわいいピンクのガチャガチャ、これはどうやって、なんかガチャガチャによってほんと開け方全然違うんですね。ん、これで開いた、開いてない、あ、開いた、え、なに、誰、あなた誰、初めて見た、パパ、ママだ、これママだ、ミッフィーのお母さん、ミッフィーのお母さん、これは何用なんだろう、立てる用かな、
立てる用かな。こうか。ミフィのお母さんです、ママピョン。ミフィママ、え、初めて見た。なんかパパは見たことあるけど、ママ初めて見たかも。ミフィママ、はじめまして、こんにちは。パパとママ同じ顔やん。言っちゃダメか、あんま。こんなことあんま言っちゃダメか。夫婦は似るって言いますからね。ママフィー、ママフィー、ママフィー、台座あるからちゃんと立ってくれる、嬉しい。ありがとうございます。楽しい、これガチャガチャってさ、え、皆さんどっちタイプですか。ガチャガチャはするのが楽しいか、開けるのが楽しいか、みんなどっちタイプなんだろう。私はどっちもです。でもなんかクレーンゲームは正直する方が楽しそうだから、なんかそのお金ある人と一緒にゲームセンター行ってクレーンゲームをさせてもらうだけさせてもらいたいって感じ。うん、景品はあげるからみたいな。プレイだけさせてっていう感じ。あ、入らんかった。うん、そういう気持ち。あ、なんかもう一個同じ種類かな、この、この、あ、でも違う種類っぽいな。この色のガチャガチャ可愛くない？欲しいものがないからガチャガチャじゃないや、なんだっけ、クレーンゲームしないって感じ。そう、欲しいものが、まほちゃんとかみたいにさ、さとみなとかアニメ好きとかだったらさ欲しいものあるけどさ、欲しいものがないからやらないって感じ。ワクワク動物園、え、なんだろう、誰、君は。ペンギン、ペンギンさん、ピングみたい、かわいい。パンダとかもいるんだ、よかった。これウサギいたら絶対ウサギ出るまでちょっとやってきてっていうとこだったわ。危な。ペンギンさん、かわいい。ミフィタ、ちょっと置物がいっぱい、ミフィタの置物がいっぱい増えた。まだありますよ、あと4つ5つ。え、この色かわいい、めっちゃめっちゃこの色のこれかわいい。え、なにこれは、誰、え、待って、欲しかったやつ、え、これどこにありました、このガチャガチャ、これめっちゃ欲しくて、え、もうなんなら全種類欲しくてママと喋ってたんですよ。え、めっちゃこれ可愛くないって。どこにありました、このガチャガチャ、このパステル、これ、これ、これどこにありました。横浜、横浜、横浜、秋葉原とかじゃないの、横浜なのか。横浜、お化けミフィー、お化けミフィーだ。ママとこれ話してたんですよ。え、八の字輪っかのバージョン、え、そんなのあった、全種輪っかと、そういうこと、これは全種輪っかバージョンか、輪っかバージョンだこれ。いや、全部輪っかでいいでしょ別に、八の字にする必要性あんまなさそう。え、そういうこと、そういうことだよね、輪っかでいいよ。今ガチャガチャ、今欲しいやつがある場所調べ、そうなの、これです、目印アクセサリー、ミッフィーパステルカラー。これママとどこにあるんだろうね、なんかもうどこ、なんかめっちゃファボーレとかイオンとか探したんですけどなくって。そう、お化けミフィー、かわいい、
そう、傘とかにつけれて、そうそうそう、まあ、別に傘じゃなくてもね、普通にそれこそ昨日つけてた、あ、これめっちゃ可愛くない？そう、昨日作ったんですけど、携帯これとかにつけたりなんかしちゃって、あ、うん、かわいいストラップ、お化けミッフィー、目印アクセ、めっちゃこれかわいいんですよね。で、別にここのパーツとか変えたら普通にストラップとかにもなるし、そう、初めてゲットできた一つ目。うん、横浜だって、ね、このマグネットも立つ。次、なんか富士山みたい。みたい、カプセリウムミッフィー、すごい、めっちゃ頑丈、厳重、なになに、これもいらないやつ、これもいらないやつね。これはどういう遊びだ、これは教えてくれ、あ、教えてくれないの、嘘でしょ、とりあえず刺しとけこの野郎って感じ、 OK とりあえず刺しとけこの野郎って感じらしいんで刺しときます。そう、昨日ハサミなくて困ったから今日はちゃんとハサミ持ってきた。なんかね、こうお家があってこうミッフィーのパーツがあるから、多分これを刺しとけ、あ、できた、刺さった、刺しとけこの野郎って感じなんだと思います。で、ひよこちゃんも刺して、で、あ、上から蓋をすると、え、かわいい、めっちゃかわいい、やばっ、めっちゃ可愛くない？なんかあれみたい、スノードームみたいな。で、え、光る。あ、え、可愛くないですか？いや、光らないです。今私が光を放ってみました。光らないです。めっちゃ可愛い。そう、携帯のライトを今光らせました。はい。可愛くない？え、マジ可愛いんだけど。え、本当スノードームみたいな。光らないです。え、それがもう一個ある。自分でね、何か物を入れて他にもいろいろ入れれそう。あ、いた、あ、痛かった、今、あー、怪我しちゃった、あー、痛い、うーん、開かない、感情すぎる、開かない、はぁ、あ、開かないよ、
かないよ。あんた。な、すごい。お月様。え、メラニーちゃんもいるの？嬉しい。なんかさ、ミッフィーとメラニー見てるとさ、マジでさ、豆と小麦っぽくない？めっちゃそうだなと思うんです。めっちゃ可愛い。刺すとこ、ここか。刺さった。で、あ、こっちは違うんだ。で、これを蓋閉めたら完成。めっちゃ可愛い。超可愛い。やば。え、幸せ。もう一個同じ種類のがある。光らないですよ。光るとこなんてどこにもありません。ほら、光らない。どこも光らない。光るとこはどこにもありません。ね、めっちゃ可愛い。セリウム。これは？ん？これは何？あ、いっぱいここにいる。雪だるま。おじさん。スケートミッフィー。とおうち。おうちと雪だるま。雪だるま刺さんない。刺さった。で、これも痛い。ハサミが上から降ってきた。あ、やばい、ね、雪だるま全然刺さってくれない。ちゃんと、おいおい、自立しろ。人参抜くぞ。人参抜いてミフィに食べさせるぞ、お前。え、すごい、雪だるまのこの、ここのさ、わかる？この、なんていうんですか、髪の毛みたいな部分まで再現してある。すごい。できたー。完成。3つ、同じ種類の。あ、やだ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 。あ、雪だるま倒れた。もうやだ。あなななあなななななあな。おい、人参抜くぞ。本当に、本当に人参抜くぞ。指の指紋なくなってる。やばい、マジもう疲れ、疲れがマックス。よいしょ。ほら、雪だるまだけ転がろう。マジ絶対人参抜いてやるからな。なんで君だけそんな外れやすいんだ。ほら、もう外れてるもん。なんで？何？もうここだな、わかった。これが多分出っ張っちゃってるのがいけないんだろうな。いや、そんなこともないかもしれない。
あんまりわからない。あ、そんなことあったかも。よし、かわいい。これちゃんと持って帰れるかな。なんか気づいたら私が抜いてないのに人参抜けてそう。で、あと1個、じゃじゃじゃーん、リンフィータン頭だけ。なんと頭だけなんですけど、こちら中にですね、こうなってて、これ知ってるんですよ私。中に顔と耳があるっていう、これ知ってるんですよ私。これ持ってるんです。でも私が持ってるのは黄色だったかな、オレンジだったかな、ちょっとお家帰ってみないと分かんないけど、なんか何色かを持ってるんですよこれ。黄色、いやでも多分黄色だな、ボーダーではなかった気がするので、そう多分黄色を持ってます。すごくない？かぶってないの。私が持ってるのも結構あったじゃないですか今回、ミッフィーちゃんのガチャガチャでもかぶってないの、やばい、すごい神、私のことを分かっているのか、はたまたどうなのか。え、やっぱピンクのガチャガチャのカプセルの色かわいいな、かわいすぎる。結構ツボ、かわいい。だからこれのね付け方も知ってるんですよ実は私、うん、だからちょっと待ってて、すぐ着くから。はい、できた。ほら、かわいくない？かわいいのよこれ。なんかこれを本当は私このなんかもう一回やろうと思ったんですけど、100円玉が綺麗になかったのでやめたんですよ。でもやめといてよかった。竹兄さん、ミラボール一つありがとうございます。めっちゃ可愛いでしょ。やばい、マジ目の前ミッフィー、ミッフィー王国できた、幸せ。あ、やばい、メール、あ、メール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 、写真撮ろう。はい、撮れた。あ、今日はインスタともうそうすでに TikTok の方にピョンムービーは載っけました。なので皆さんお時間があるときに寝る前にぜひ見てください。よろしくお願いします。
もう乗っけたのインスタ。そう、今日はね、私の好きな衣装についてのインスタを載せました。めっちゃ可愛い衣装で、多分みんなも好きなんじゃないかなって思います。ぜひ見てください。よろしくお願いします。今日は。今日お話なんかあんまどこまで今日の話したらいいか分かんないから、あんま何も喋れないや。あーやばい、福井のやつ何も覚えてない。ここも片付けないと、福井に行かないといけないのに、私お姉ちゃんに怒られる。やん、あー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 あああ、カラスがおる。やべえ、カラスがおった今。ああやばい、片付けなきゃいけません。無理、眠たい。メイク落としてお風呂入って片付けて、髪の毛乾かしながら片付けて、福井のやつは生きながら覚えればいいや、大丈夫。眠たい。眠たい。あ、めっちゃ元気ではあるんですけど、ただただ眠たいっていうだけです。元気ではあります。あとはね、改めてね、昨日ファンの方からのいただいたお手紙をね読んでたんですけど、なんかじんわりくるものがあって、やっぱ手紙好きだなと思いました。褒めてくる、ピョンズ好きだなと思った。褒めてくれるから、よいしょ。さ、じゃあミラーボールを40個分ぐらい、なんだっけ、52個分歌います。53、竹兄さんの入れたっけ、今ここ入れてない気がするので53個分歌います。頑張るぞー。おー、じゃあまあこの間ヘタピンク歌ったので、せっかくなんで3日目のコンサートのチーム B で歌った曲を歌います。まずは好き好き好き、これはね熊本のねツアーでも歌ったんですけど、
めっちゃ好きな曲です。私もいきます。月当てに2ヶ月は経ったけど何にも起きない私たち、女の子なんか興味ないようにずっとそっぽ向いてる。普通なら10回目の手とくらいでそろそろさりげなく近づいて、手を握ったり肩を組んだりキスだってありなのに、友達以上になろうとしないの、気遣いなんかはいらない、遅いかかってよこんな関係いて、なんかちょっと不自然でしょ、もっと愛を深め合いたい、好きと言ったら好きだと答えてもっとあなたを好きになるから、照れてたって遠慮をしたっていい人なんて褒めてくれないよ、やっと二人は出会えたんだからイチャイチャとくっつきたいのよ、呆れるくらいバカアプルでいい、今日こそ恋人になろうよ、幸せな恋人になろうよ、親友にどこまで進んだのか、ん？どこだ？付き合って2ヶ月は経ったけど親友にどこまで進んだのか、いろいろ聞かれて困るのよ、男の子たちは鼻息荒く迫ってくるって言ってた。地下鉄の改札口で別れる時もそんなにあっさりと帰るのね、見つめ合ったり指を絡めたり抱きしめてくれなくちゃ、例えば恋ってキャッチボールのように一つのボールを、例えば恋ってキャッチボールのよ、キャッチボールのように一つのボールを二人で投げ合うものよ、私一人、私が一人で期待してても、待って、全然わかんないここ例えば恋でキャッチボールのように一つのボールを二人で投げ合うものよ、私が一人で期待しててもおかしいでしょ、ちゃんと愛を受け止めなさい、こうだ、好きになったら全力投球だからあなたも剛速球で、手を抜いたり手加減をしたりマイペースじゃ物足りないから、もしも二人が愛し合ってるならベタベタとくっついていよう、草食よりもっと油っぽく今日から恋人になりたい、本当の恋人になりたい、好きと言ったら好きだと答えてもっとあなたを好きになるから、照れてたって遠慮をしたっていい人なんて褒めてくれないよ、やっと二人は出会えたんだからイチャイチャとくっつきたいのよ、呆れるくらいバカアプルでいい、今日こそ恋人になろうよ、
幸せな恋人になろうよ。一曲歌い終わった。ちょっと2番難しかったんですけど、すいません。ちょっと待ってくださいね。歌ったら追加が来ました。歌ったら追加。和人さん、ミラーボール10個ありがとうございます。歌ったら追加が来ました。一旦63になって、そっからちょっと一旦今歌った分を弾きます。1234567891011121314211213129。ありがとうございます。歌います。もう一個の曲も最終ベル。歌えるかな。夜更けの駅のホームで片道切符握り列車に乗り込む。生まれた街の明かりが届かない先には何が待つのだろう。夢のレール、チャンスは一度さ。希望の大水マフロー、最終ベルが鳴る不意に降りるならば今だ。最終ベルが鳴るついに心の奥の声を聞け。選ぶんだ道を青春の行き先、迷いの中の光、答えを出すんだここで。何度も読み返したわトランクの中、隠したオーディションの知らせ、親にも相談できずに置き手紙残して家を飛び出した。夜の空に見えない星たち、いつかは希望の大水も、いつかはきっと輝くだろう。未来のベルが鳴る、強く立ち止まれば終わる。未来のベルが鳴る、近く中途半端じゃ進めない。決めるんだすぐに運命の誘いを。もうすぐ走り出すよ、昨日とは違う自分。最終ベルが鳴る不意に降りるならば今だ。最終ベルが鳴るついに心の奥の声を聞け。選ぶんだ道を青春の行き先、迷いの中の光、答えを出すんだここで。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ何個歌ったかな。1 2 3 4 5 6
7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、20個、あと14個。ありがとうございます。何歌おう、ちょっとあと14個分何にしようかな。武道館で歌った曲、何がいいかな。武道館で歌った曲、3曲。 B スターズはまあ公演で歌ってるからいいとして、あ、呼び捨てファンタジーにしよう。カップリングリクアワで入った1曲、1位になった曲歌います。ニックさんミラーボール6個ありがとうございます。あと20個頑張ります。ありがとう。じゃあ歌いますね。混雑したカフェテリアで仲間たちとランチしてた。斜め前にあなたがいてハッピーな時間だったのに、急に名前呼ばれてショックだった。名字にさん付けなんて呼び捨てにしてほしいの。付き合っているみたいにみんながいる前でなれなれしくね。呼び捨てにしてほしいの思わず言っちゃった感じでお願い呼び捨てファンタジー。まだいけるかな。20個、1、2、3、4、5、6、7、8、あ、全然いけるわ。知り合ってからもう半年、二人の距離縮まったはず。この思いも伝わる頃、ワンランク、ん？ワンランク、ん？伝わる頃、ワンランク上の子、違う、ワンランク上の恋ね、みたいな。あ、ここ大事じゃないからわかんない。今もよそよそしくて遠いあなたで済ますはもうやめて、気遣いなんていらない、私のことを好きなら正直に言っても構わないから、気遣いなんていらない、心を隠さないでよ、残念気遣いファンタジー。これで何個分だろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、あと4つ。一旦今日歌えるのは女の子の、ん？女の子の夢は俺の彼女だと言ってもらうこと、呼び捨てにしてほしいの。付き合っているみたいにみんながいる前でなれ
び捨てにしてほしいな、思わず言っちゃった感じで。ミラボール、なんかいっぱいありがとうございました。呼び捨てファンタジーあと1個分だけミラーボール残ってて、次は必殺テレポートと脳幹をいつか歌いたいと思います。ありがとう。もうね眠たいね、ほんととっても眠たい。ありがとうございます。今ファンの方からの手紙を、いや昨日読んだんですけどもう一回読んでましためっちゃおもろい、おもろくはないけど楽しいっていうか、なんかやっぱいい気持ちになる。でもちょっと待ってね、今歌って酸欠マジ今酸欠状態、酸欠状態に二酸化炭素を摂取する女。マジでアホだよね。手紙長く書けない、いやもう短くてもいいんですよ。ここのこれが良かったをもう羅列。いやもう手紙苦手な方は、まあ、別に手紙得意な方もですけど、まあオンラインお話し会で待ってますわかる、なんか喋り言葉の方が楽みたいな人もいますよね。私もそうだから、なんかツイッターとか文章とかよりも本当にこうショールームとかの方が超楽で喋れるから、こっちの方が私も好きではある。そうそうそう、え全然1枚とかの方もいらっしゃいますよ。別になんかメモ帳1枚とかの人もいますはい、なんかだから意外とみんなが思ってるより本当敷居高くない、アイドルもお話し会も。やばい、このこういうお手紙を読んでるとやっぱショールーム選抜だったり仏像館だったり最近のこととかに触れていただけるんですけど、あのショールーム選抜いつになったらお前名前書くんだよって話ですよね。本当にすいません、11月には確実に書きます。本当ちょっと10月はマジもうちょっと一旦ちょっと厳しい、ちょっといろいろドボンとかもあってちょっと一旦厳しい。でも10月後半にワンチャン書けるかな。でもその時はきっとドボンのランキングも書かなきゃ9月分ってなってると思うから、ちっちゃい一旦待ってて。マジ待たせすぎだよね、ごめん本当に。え待って、料理選抜の方の貢献ランキングのさ本もさもう開示されてます、開示とか言うとあれですけどもう発表されてる。ちょっとそれもスクショしとこう今のうちに。ハッピーな時間だったのに不意に名前呼ばれて。ある？やばい、今下町バナナっていう多分なんか別のイベントが多分あったっぽいんですけど、それが下口ひななに見えちゃったやばい、めっちゃおもろい。あ、貢献度ランキング見れる。ちょっと今のうちにスクショしておきます。よし、オッケー。
とこの時の名前ともしかしたら変わっちゃってるかもしれないんだけど、今スクショしたやつの名前を書かせていただきます。すいません、お待たせして。いや、私がやらなきゃいけないことは、9月のドボンのランキング、このショールームイベントのランキング、お料理選抜のランキング、あとタワーのね分もちょっとだけ、もうちょっと確認済みのやつとかも書いて、もう確認は終わってるんですけどちょっと書いてないので書きたいと思います。武道館で写真も増えたので、また武道館の写真も使ったりとかして、タワーの方のお名前のランキングだけ書きます。待っててください。もう本当にごめん、マジで全然、もうなんかもうやることが、ありがたいことにやることが多いと、もうね全然テンパっちゃうんですよね私、うん、そう、待っててとりあえず。ここから後で読もう、自分の時間に読もう、ファンの方と喋りながらなんで読んでるんだろう。でも今日は本当に一日頑張ったので11時前には配信終わらせてください。でここ片付けなきゃいけないのと、ちょっと眠たいっていうか頭が回らない本当に。今日は一日頭回した、フル回転させたのでマジでごめん。11時までには終わるね。だからみんなも今日は早く寝てください。明日はね特に何もないんですけど、福井のため、福井と18日の公演のためにまたちょっといろいろ振り起こしだったりしなきゃいけないので頑張ります。うん、早く寝よみんな。マジでこの携帯でも見てください、なんか謎にミッフィーちゃん下向きになっちゃったの。でも可愛い、それすらも可愛い。なんでこれ下向きになったんだろう。な、待って、やらかした。わあ、100均のケース壊れた。100均行きたい。ここが外れました。100均行きたい。無茶させるからケースに。あ、でも100均なんで全然。いや、100均舐めちゃダメですよね。100均もね本当に100円っていうね、ちゃんとお金を払ってるので。最初からこうやってればよかったやつを、無茶、携帯ケースに無茶させたからケースが壊れました。悔しい。
壊れた。手作りケース。きっとね、福井に来てくださる皆さん、まあ、あの関東にお住みの福井に来てくださる皆さんはきっと東京駅発で来てくださる、どこのね、その米原経由になろうと何経由になろうと東京駅にね、まあ、必ずじゃないかもしれないけど通ってくださる方多いと思うので、ぜひ皆さん大丸東京店さんに足を運んで、私のサインだったりとか私のおすすめのおかき、あれ、あ、ちょっとあっちだ、おかきだったりとかゲットしてぜひ来ていただけたら嬉しいなと。あのみんなでねお菓子交換会でもしてください、福井イベント。はい、あの多分みんなが買うお菓子は一緒なんですけど赤坂柿山さんの慶応醤油味なんですけど、あのみんなであのお菓子持ち寄ってあの交換同じものと同じもので交換してどうすんだ。まあでもプレゼントって気持ちが大切ですか。いつもありがとうの気持ちを込めてぜひシェアハッピーしてください。後で一個食べよう、お腹空いた。お腹は空いてないけど食べたい気持ちになっちゃった。賞味期限もね長くて個包装なのでめっちゃ便利、便利っていうかめっちゃいいお菓子ですよね、あれマジで。ほんと選んでくれたずんちゃんに感謝。うん、今日も可愛い、ありがとう。福井楽しみでしか、やばい、全然踊れないんですけどまだ何も何もではないけど全然やばい。頑張ります。でもこの期間にね AKB とコラボしてる期間にぜひあの赤坂柿山さんの慶応醤油味いっぱいあの販売することができたらハルピョン効果だって多分なって、 AKB ってやっぱいい日ねってなると思うんで、ぜひあの東京駅に行かれる方はよろしくお願いします。47踊れるかな、47がセットリストに入ってるかまず分かんないよ やんないかもしんないじゃん。47のいつから踊ってたんや47。え、この間の8公演いつから踊ってないかな47。マジで実際問題、本気でいつから踊ってない。ギャロンさんピンクだるまありがとうございます。いつだろう、え、マジで1ヶ月踊ってない。47の素敵な街へこんな日が来るなんて、1ヶ月踊ってないよ47。やば、びっくり。いやでもあるかわかんないっすよ、ないかもしんない。え、てかドボンライブの楽曲のアンケート普通に QC が分かってたら47って言ったのに。私は言ってないんで他の人が言ってないと入ってないと思うんですけど、うん、休止って分かってたら入れたのにな、誰かが入れてることを誰かが入れてることを。
まあでも別にエイトの曲を歌えなくなるわけじゃないですから、別に大箱のコンサートでエイトの曲をね歌えばいい話ですし、はい、別にエイトの曲が歌えなくなっちゃうわけでないので、著作権ブーとか言われるわけではないので、え、もしも47入ってたらどうなるんだろうね。東京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 北海道東京もう東京多そう、マジどこが多いんだろう。先輩の県とか知らないからな、どこで生まれ育ったみたいな。でもゆきりんさんがいたら鹿児島だったんだ、面白い。それはそれで面白いですよね、関東圧倒的それな。マジハートありがとう。千葉、埼玉神奈川、そこら辺めっちゃ多そう。富山とか圧倒的一人だし、これからも、これまでもこれからも絶対一人富山、おもろいよね、ドボンライブそれやってたら。18期で富山の子入るかもしれない。入るの？別にいいですけど、いい子が入ってきてくれることはい、わしが富山だみたいな感じで、あのっていう感じの子じゃないことを祈ります、もしも、うん、なんか8が休止してから18期が入ってきて富山の子が入ってきたらキマゼットじゃない。私が富山出身ですっていうのをなんかドーンとも言えないしエイトが休止しちゃうから、ね、だって絶対今募集してそんなエイトが活動してる間になんていうのしないですよね、さすがに。発表、18期の発表、え、するのかな、どうなんだろう。4月でどんぐらいかかるんですか、オーディション開始から。そこが分かんないから何とも言えないけど、うん、でも富山仕事ね3月4月ね、どうだろうね。うん、まあでも富山代表は私しかいないですからね、確かに。その子は別に富山県出身なだけであって、まあ、まだ羽入ってくるかもわからない18期の富山の出身の子にこんな物申してるもあれですけど、先輩としてちょっとどうなんって感じですけどでも地元トークはできそうですよね。え、ファボーレみたいな、え、わかるみたいな話はできそう。うん、でそういうのはねやってみたい、してみたい、したことない。
久しぶりのリップグロス、あの日より輝いているよ。あ、なんか生写真が発売されてるらしい。明日からかな。AKB、 AKB オフィシャルグッズ。チーム8個別、これもさ、チーム8じゃなくなるってことですよね。なんとも言えない気持ちだぜ。だいたい金曜発売、金曜発表の土曜発売ですよね。え、かわいいハルピョン。これ撮った時、あ、なんかね、いろんなあれで撮ってみようと思って、そう、めっちゃお姉ちゃん家で撮ってんの、ウケる。かわいい橋本、みんななんか大人っぽいけど。かわいい感じにしてみました。なんかみんなのリップ見てたら、あ、この人ここのブランドのリップ使ってるんだとかわかる。いや、あれはないものの、なんていうんですか、そのロゴとかはね見れないけどわかる、なんかなんとなくパッケージとかで。おもろい、女子って感じ、なんかこういうの見てると。私こういうの見てると橋本って女子なんだなと思います。私は一応いつも必ず2種類の背景にするように絶対してて、背景だったり衣装だったりとか、衣装っていうか服だったりとかっていうのをなんか一応こだわってるので、一回で5枚撮ってんじゃないよっていう、ちゃんとそこら辺研究して、もう5枚撮って5枚送れって思ってるわけじゃないので、そういう頑張りもぜひ認めていただければいいかなと思います。ということで、それではランキング読みますね。もうそろそろ、あ、じゃあ8000人突破したらランキング読みます。え、わかるもんですよ。マクミックさん、ハートありがとう。意外とこのメンバーこれ使ってんだみたいな、うん、今回のテーマは久しぶりのリップグロスってことで、リップグロスっていう感じだったんですけど、そうですね、マネージャーさんにはテーマと、まあそれこそなんか注意事項、なんか映り込みだったりとか、あとはなんて言うんだろう、締め切り日だったりとかっていうのはそのお伝えしていただくんですけど、でもそれ以上、そのなんて言うんだろう、こういう生写真にしてくださいとか、こういうのがいいですみたいなのはそれはないです。もう本当にテーマだけ言われて、もう背景とかも自由みたいな。そうそうそう。8000人超えた、ありがとうございます。ありがとう。じゃあランキングいきますね。ありがとう。8082、すごい、一気にボーンいった。じ
じゃあ20回出たら B 公演はもうチーム K 公演よりもいっぱい出てるってことでいいってことですかね。買いたい、買いましたって来たんだけど、私ワンワンウサギなんですけどね、ぴょんぴょん。ドボンができるようになり、無理、もう今日はもうダメ、バタンキュー、またできるときまたやるね。今日はもうここ片付ける。お姉ちゃんに怒られちゃうからここ片付ける、まず。あ、頑張ります。それではランキングいきます。生写真の解説してくれるとめっちゃ買いたくなるから毎回じゃあ話します。ちょっとあと3分ぐらい話しますね。生写真ですけど、こちらはですね、刃が見えるようにちょっと撮らせていただきました。1枚目ですね。で、こちらはそのキボのプランパーっていう、リップに塗るとぷっくり腫れ上がって、私めっちゃ辛い辛いって言ってたリップです。もう最近もめっちゃ重宝してます。ただその粘膜に塗るとなんか辛い、ヒリヒリ痛いみたいになるだけで、この肌に塗ったところは全然痛くなくて、ただただ可愛いハートちゃんって感じ、こんな感じでハートちゃんって感じでした。でこれも規模のプランパーですね。でもこれはお花に塗ってみました。可愛い真っ赤なお花ので、こちらはなんかそのレイちゃまがなんか白黒の写真をその前に生写真として販売してて、めっちゃ可愛い、なんかおしゃれと思って、なんか普通にただカラー、まあもちろんカラーのやつもいいんだけど、なんか普通になんかそういうのが多いから、私もなんかフィルターでちょっと大人っぽくしてみて、でこれは本当にザ・リップグロスっていう感じで、その色がない透明のグロスを持って、なんかザ・大人っぽいハルピョン3枚目。でまあ4枚目は1枚目と同じですね。で5枚目も、2枚目と同じですね。ただ鼻に何もついてませんまだっていう感じです。皆さんぜひゲットしてください。もうどっちも半袖の服なの、ウケる、秋なのに。でも半袖っぽくない？ぜひ皆さんゲットしてください。生写真よろしくお願いします。でも写真ってお高いんでしょ。これがなんとですね、5枚セットで1100円でございます。はい、もう1枚200円、1枚220円でございますので、合ってる？ウケイさん、ちょっともう眠くてわからないんですけど、ユキチさん1枚でゲットすることができるので、ぜひ皆さんお待ちしてます。ユキチさん1枚ではゲットできないか、まあ、ユキチさん2枚あればお釣りが来ますので、あ、ユキチさんじゃないや、間違えた、ヒデヨさんだった。ヒデオさん2枚あればお釣りが来ますので、はい、ぜひ皆様お待ちしております。ということで、間違えた、ゆきちさんじゃなかった、間違えたの、みんなそんなに怒らないで、もヒデオさんだった。配信終わろう、もう眠たい。ごめん、本当に3時間は眠い、ダメや。あれ3時間だったよね、違ったっけ、待って、違ったらごめん、5時間とかだっけ、もう忘れちゃった、勝手にちょっと3時間とか言ってる、ごめん、適当だ、もうごめん。よし、ランキング読みます。ツインテール似合ってます、ありがとう、ツインテールラブ。
僕の好きな最強ツインテール似合いすぎてキュンとする。いきます。1位和人さんありがとうございます。2位、ニックさんありがとうございます。3位あ待ってアットマーク1個読むの忘れた。1位和人アットピョンズさんありがとうございます。2位ニックアットオーさんありがとうございます。3位、パンダさんありがとうございます。4位菊池直久さんありがとうございます。5位サプライズレバーさんありがとうございます。6位ギャローさんありがとうございます。7位トラック野郎アットゴリさんありがとうございます。8位スーさんありがとうございます。9位マックミックさんありがとうございます。10位ともゆきさんありがとうございます。11位タイシーさん、じゃあこれからもやればをしてください。で本日のラッキーと事情8位はミルクさんかな。かわいい、めっちゃかわいい。ミルクさんありがとうございます。アバターがめっちゃかわいい、牛乳を持ってる。ということで皆さんありがとうございました。もう橋本さんはもうバタンキューなので、今日はゆっくり寝たいと思います。寝れるかな、まあ、片付け次第って感じですが、ゆっくり寝たいと思います。おやすみなさい。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで8556人の皆さんに切って期待がお届けしちゃう富山県代表春ぴょんこと橋本アルナでした。それでは皆さんまた明日も夜ホークス活動、おやすみなさい。バイバーイ。またねー。